上田さんの鮎釣りに同行させていただきました。日本独特の釣り方、友釣りで鮎を釣ります。こんな感じ。これでもう、それでこう針がこの辺、尾っぽから1センチか2センチぐらい出るぐらいにします。友釣りは縄張り意識の強い鮎の習性を利用した釣り方。おとりに攻撃を仕掛けてくる野生の鮎を掛け針で釣り上げます。おとり鮎を川に放ち、できるだけ石の多いポイントを狙います。鮎は餌となる苔の多くついた石の周りが自分の縄張り。そこに他のアユが侵入してくると追い払おうと体をぶつけます。その習性を利用した友釣りの歴史は古く、鹿野川が発祥だとも言われています。約200年ぐらい前に京都から来た小無双がこのちょっと下の方で川でこう下向いて尺八を吹いてたら、鮎がこう追ってるのが見えたもんで、そこにあの馬の尻尾に針つけてやったらそれが引っかかったって、それを鹿野川の漁師が見てて真似をしたのが始まりだって言われてますね。友釣りではおとり鮎が川に慣れるまでに時間がかかるため、最初に釣り上げる一匹目が一番難しいと言われています。野生のアユの縄張りでおとりをうまく泳がせられるかがポイントです。夏旬を迎えるアユが釣れました。天然のアユは鱗が細かく、胸やヒレが黄色いのが特徴。アユ独特の香りも強いと言います。アユの宝庫と言われる鹿野川、次々と連れて行きます。子供の頃から60年近くも鹿野川に慣れ親しんできた上田さんに、その魅力を伺いました。そうですね、この伊豆の真ん中を流れるこの鹿野川は、沼津からここの一番最上流部湯ヶ島地区までですね、ダムも何にもない、人工の構造物というのがないですね、非常に自然環境豊かな川ですね。で、まあ、1年を通してですね、水温も、まあ、最低7度ぐらいから25度ぐらいまでのちょうど間でですね、非常に安定しているということ、まあ、そのためにですね、天然遡上のアユが非常に多い川であるということで、私にとってはですね、最高の川であります。大きな手が加えられることなく、自然のままの姿を残す鹿野川の流れ。多くの人々に愛されるこの川には、これからも天然のアユが住み続けることでしょう。